沢山康太郎は日本の政治家。元高知県東洋町長、元室都市議会議員。高レベル放射性廃棄物最終処分場の受け入れ反対派として2007年4月22日投開票の出直し町長選挙に出馬し当選した。翌4月23日に処分場文書調査の応募撤回を表明した。東洋町民からたくさんの政治姿勢。 手法に対して追及が行われている。各廃棄物処理場、事前調査問題での対立候補勢力ではなく、たくさんを、なだれ的や支障へ持ち込んだ、原動力である、東洋庁の沢山康太郎講演会が主軸となって、批判している点が得意である。主な論点は、以下の通りである。状況経過についてのようやくだくさんが虚偽であると、主張するのは、 町長の報酬を5割カットするという、選挙演説での公約が守られていない、という田島の発言。たくさんによると、選挙演説中ではなく、新町長として初登庁した、際の記者会見で表明したのであって、田島に虚偽を事実と称して攻撃され、多大な精神的苦痛を受けた、とする。対して、田島は、議会内の質疑は、議会で決着すべきで、 議会制民主主義を覆す行為と反論している。A.B. ニュースレターズ東洋町長日誌2008年2月19日、西岡里氏警官の思想出版記念集会館、うぎゅという高日投資について、ニュースレターズ沢山安太郎の室と、東洋市民新聞、連載部落解放運動その課題と展望第3回。週刊、前進。 2008年5月15日閲覧。東洋町サポーターズクラブが誕生。ジャンジャン。2008年5月15日閲覧。町民への裏切り東洋町、沢山町長へ批判高まる桜井菊蔵公園会長が批判ビラ。高知民法。2008年5月15日閲覧。償いが求められる東洋町、沢山町長名が、生命会計収支の公表は依然否定。 高知民報。2008年5月15日閲覧。調整に目立つ、圧力東洋庁、各廃決戦から5ヶ月。高知新聞。2008年5月15日閲覧。東洋庁長名誉毀存で、長期提訴。高知新聞。2008年5月15日閲覧。ありがとうございます。